どうしてエビの体は曲がったさい、織田さ子。 どうしてエビの体は曲がった。さいは。小田正子。どうしてエビの体は曲がった。何千年も前。エビの体は。まっすぐでした。でも。ある日。エビの体は。 まがりましたそれはどうしてでしょうあるかわにとてもおおきいエビがいましたかわでいちばんおおきいエビでした どうしてエビのからだはまがった何千年も前、エビのからだはまっすぐでしたでもある日、エビのからだはまがりましたそれはどうしてでしょうある川にとても大きいエビがいました 川で一番大きいエビでした。エビは言いました。もっと大きいものに会いたい。そうだ。海だ。海がいい。エビは海へ行きました。海の中には魚がたくさんいました。 でも、大きい魚はいませんでした。僕が一番大きい。もっと大きいものに会いたい。 エビは言いました。もっと大きいものに会いたい。そうだ。海だ。海がいい？エビは海へ行きました。海の中には魚がたくさんいました。でも大きい魚はいませんでした。 僕が一番大きいきもっとおおきいものにあいたいエビはうみのなかをあるきましたでももっとおおきいものはいませんでしたエビはまたうみのなかをあるきました もっおおきいものはいないなあもうよるですえびはとてもつかれましたあ,あもうねたいなあえびのまえにあながありました エビはうみのなかをあるきましたでももっとおおきいものはいませんでしたエビはまたうみのなかをあるきましたもっとおおきいものはいないなあもうよるですエビはとてもつかれました ああ、もう寝たいなあエビの前に穴がありましたあここがいいここで寝ましょうエビはその穴の中で寝ました次の日の朝です クジラがいます。ん、鼻があれ？鼻の中が、は、は、臭っ！くクジラがくしゃみをしました。いやー。 あ、ここがいいここで寝ましょうエビはその穴の中で寝ました次の日の朝ですクジラがいますん鼻が。あれ鼻の中が。 ク,ションクジラがくしゃみをしましたドスンそれからエビの体は曲がりました。 どっすーんいたーいそれからエビの体は曲がりました。